皆さんこんこにちはワーーールドラバーマーケットのガネです今回のテーマはこちらになります。上級者の選手が上級者のペン粒の選手が注意しているポイントっていうのを今回は紹介したいと思います。この上級者のペン粒の選手がどういったところを注意して卓球しているのかどういうところを工夫しているのかっていうのを今回2つ紹介していきたいと思います。 えまず一つ目のポイントなんですけど、まず一つ目は早いプッシュをまあ安易にしないっていうことですね。この早いプッシュをこうまあプッシュ打てるからこっちが打てるからって言って早いプッシュポンってあの漠然と打たないっていうのがまず一つ目になります。えまあチャンスだから打った方がいいんじゃないのチャンスってかまあここに来るって分かってるからこう早いプッシュ打った方がいいんじゃないのってこう。 思思うう方もいると思うんですけどまあそれで相手が浮かしてくれたり相手が何もしてこないのであればまあ速いプッシュとかどん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 狙っていってもらったらいいと思うんですけど相手が強くなってきてこの速いプッシュポンって打てばそれを待ってカウンターしてくる選手っていうのが出てくるんですよね。 早く返球してきているので、こっちもやっぱりこう対応が遅れてしまうんですよね。なので、こう相手がこうカウンターを狙っているのか狙ってないのかっていうのをこう見ながら、あ、今やったら早いプッシュ送ってもカウンター来ないっていうのを考えながら、結構この上級者の選手っていうのはこうプッシュを打っています。まこれがもちろんその相手がちょっと崩れてたり、相手があここにであれば動いてこないなこう。 カウンターとかしてこないなって感じる場合はやっぱり速いプッシュっていうのは非常に効果的になってるので速いプッシュが必要か必要じゃないかっていうとあのもちろん必要なんですけどまあそのカウンターを狙ってくるケースがあるのでその何となく自分が打てるからっていう理由だけで速いプッシュとかを打たないっていうのがまず一つ目になっています。 <laughs> いいよ二いい、えー、つ目のポイントなんですけど二つ目のポイントは基本的にこう深く深くボールを送るようにしているっていうことになります。えーまあ なぜこうボールを深く深く送るのかっていうと結構前後使う方が勝てるんじゃないのってこう思う方も多いと思います。前後使ってて崩してパチッみたいなそういう展開って多いと思うんですけどやっぱり上級者になってくるとこの裏裏の選手普段裏裏でこうやってる選手っていうのはこうやっぱ前後の動きとかすごいもうどんどん上手くなってくると速くなってくるんですよね。 なので粒でこうやってポンポンって触ってるぐらいだとこう前後使ったところで結構簡単に入ってきてあ球遅いから全然普通に返球できるやって思われて前後使ってもあんまり効果がなかったりまあこっちが前後を使うっていうのはやっぱりこうポワってちょっと。 前に落とそうと思った時に浮いてしまってちょっとでも浮いてしまうと前の球ってパチンって打たれてしまうのでそして上級者なのでまあちょっとでも浮いたら本当パンって打ってくるので前後を使うっていうのが結構リスクが高いことになってくるんですよねなのでこう基本的にこう深く深く送ることでこう相手を後ろに下げれたりあの前で卓球をさせないので強打を打たせにくくさせたり。 っていうことでこうのが非常にに重要になってきま,すまあこの深く深く遅れれば相手が下が,下がってくれてこうループドライブとかが増えてくるっていうことでこっちもブロックできる回数が増えてくる。で後ろに下がってるっていうことでその卓球台を広く使えてこうプッシュとかで抜けるところがどん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 出てくるっていうことでこう深く深く卓球を 上級者のペンツムの方は深く深く卓球をするように心がけています。 今回この2つのポイントを紹介させてもらったんですけど本当にここら辺をこうしっかりとできることでこう結構相手が崩れてくれたりするのでまあもちろんそのこれだけじゃなくてその短く落とすであったりハいプッシュっていうのは先ほども言ったように必要なのは必要なんですけどあの自分ができるからけあのやっちゃえではなくてまあ相手を見てやるべきかやらないべきかっていうのを結構決めているっていうことですね。 まあこの二つ意識してもらえればあの結構格上の選手とかを倒すこととかもできると思うので皆さん是非一度試してみてください。それではプレー動画の方ご覧ください。 いの難しいよ最後までご視聴ありがとうございます、えー、この動画がめっちゃいいめっちゃ参考になったっていう方は、えー、高評価の方よろしくお願いします、えー、チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は是非、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします、えー、最後ままでごご視聴ありがとうございました